こんにちは。Amazon エスサポーター、堀秀夫です。今日は、会員さんに実施したアンケートの中でね、売れる商品とはどんな商品か。あるいは、えー、売れる商品、どうやってね、えー、もっと販売していけばいいか。商品の、えー、幅を広げるにはどうした方がいいか。まあそういった質問をいただきましたんで、まあそもそもね、売れる商品ってのはどんな商品なのか。まあそれについてお話したいと思います。 売れる商品とは、ほったらかしで売れる商品。何かで一番優れてる商品。まあ2番じゃダメなんです。2番じゃダメなんですかと。ね。えー、以前なんか言ってた方いましたけど、えー、基本的にビジネス、販売、何でもそうですけど、1番以外は価値がないと。えー、何か小さな分野でもいいんで、 一番じゃないと実際問題ね、売れるとか選んでもらえるという、えー、余地がほぼないというのがね、えー、商売、あるいは世の中の基本です。売れる商品は何かで一番優れてる商品。まあ、例えば、コスパが一番いいと、ねえー。1000円で買えるものの中でも圧倒的に品質がいいと、ねえー。そういう場合もあります。あるいは品質が一番いい。ね、超高いけど、もうこれ以上の品質はありませんと。 え、品質がいいのかどうかまあ、趣味のもんなんでね、意見はわかるでしょうけど、まあ、ロマネコンティ、ワイン1本でね、200万、300万、400万します。で、3000円のピノノワール、まあ、ピノノワールってブドウのワインなんですけど、3000円のピノノワールとね、300万のロマネコンティのピノノワール、ま違いがわかる人って、違いは、まあ、なんか違うなぐらいわかるでしょうけどね、違いわかる人は多分、1000人に1人もいないと思います。なのにそんだけ値段が違う。 品質が一番高ければそれでも売れると。あるいは満足度が一番高いと。ね。えー、満足度っていうのはまあトータルで見ますんでね。えー、品質はまあ普通。ね。コスパもそんな抜群じゃないと。えー、だけど、ハズレがないとかね。えー、すぐ届くとか。ね。えー、なんか色が好きとか。まあそういうのでその人にとって満足度が一番高いければ売れるということもあります。まあなんか話しててね。まあ、 転売ほとんどしたことない人がどういうことと、ね、むしろその一番売れる商品、売れる商品でてどんな商品かというのがね、えー、解説動画解説になってない気がしますんで、まあ、食べ物はまあほとんどの人ね、美味しいのを食べると嬉しいとかいう感覚はあると思うんで、ちょっと寿司屋で例えてみます。まあ、ここはたまたま私が今一番行きたい寿司屋、寿司斎藤、ね、予約取るのが大変ですという店なんですけど、まあ、流行る料理店も何かで一番優れてます。 ま、例えば、コスパが一番いいのか。寿司斎藤はね、え、コスパがとてもいいみたいです。で、味が一番いいのか。まあ、一番と、えー、言い切れるほど、まあ、美味しくはない。まあ、そう言っちゃ失礼なんですけどね。一番美味しいのかもしれませんけど、まあ、これ趣味の問題なんでね、圧倒的に斎藤が一番だということもないであろうと。何しろね、コスパがいいということはそんなに、え、高級なネタ、超高級なネタ扱使えないんでね。まあ、そんなこともないだろうと思います。 だけど、コスパは一番いいのは間違いないと。そしておそらく、満足度が一番高い。ね。これはもう、接客がね、えー、京都の老舗料亭のようにすごいとは、そういう問題じゃなくて、まあ私思うに寿司屋の接客ってね、えー、むしろ嫌な思いをしなきゃ、まあ普通に食べてね、普通に感情を済まして帰れれば、まあそれでいいんじゃないかなというぐらいね、寿司屋の、その接客っていうのはね、癖があるところが多いです。 満足度が一番高い。要は嫌な思いしない。コスパが良くて味も良いと。コスパは多分一番いいと思います。味は一番かどうかわかんないけどトップクラスに良い,いと思います。で、満足度は一番高い。だから、えー、すごく予約は取りにくいと。なぜなら嫌な思いをすることがないと、ね。この店のレビューとかで嫌な思いをしたというのは見たことないです。ね、俺嫌な思いというのは、例えば、外れの日はネタが悪いと。ね。 なかなかね、一元さんじゃいいネタ出さないんだよと、平気でね、常連がやってる寿司はありますけど、そんなのビジネスとしてどうなのかと思いますね。会員制にすればいいじゃんと思いますけど、まあ、そんなお店普通、ね、普通というかわかりませんけど、私は一度行ったら二度と行かないです。それから、常連だけ居心地が良さそう。まあ、結構ね、これもありますね。なんか明らさまに接客態度が違うと。アウェイな感じで高い金払って寿司食う。全く気分悪いですね。まあ行かなくなる。 それから、大将、板前、ね、職人、接客がなってないと。ね。まあ、大将や板前が接客するわけじゃないんですけど、おかみさん含めて、なんかね、えー、常連以外、まあ、これもま、常連の話に繋がるんですけど、まあ、常連か、服装かなんかわかりませんけどね、明らかに接客に差があるじゃねえかというようなね、えー、寿司屋のレビューよく見ます。これ、寿司屋に限らず、ミシュランの押し付きのレストランでもね、よく見ますけど。 まあそういう面でね、最高なおもてなしをしてくれなくていいから少なくとも不快な思いさせるなよというのがありまして、この外れ結構寿司屋で多いですね。まあこの NG がなくて、まあ何かで一番の料理店はリピートしてもらえば店は儲かるということが言えてね。まあ。 だから私は寿司サイトに行きたい。そしてお気に入りの店はね、えー、中には、まあ接客というかね、店の雰囲気あんま良くねえんだけど、この煮込みはうまいよねとか、いろんな面で、まあかで一番ね、えー、例えば家にすごく近いっていうのもね、選ぶ理由ですね、飲食店なんかだとね、えー、そういうので、何かしかで一番なれば選ばれると。 いうのはね、普通の世の中の選択基準え。何一つあの店いいんだよってとこなくてね、えでも、えー、自分が行っちゃうってことは、よくよく考えてみればね、予算に合ってるとか、いつ行ってても空いててすぐ出てくるとかね、何かしか自分の中で一番があるはずです。で、何も一番がなければ、そもそも選択肢に入ってこないというのがね、えー、人がお金を払うとき、あるいは何かを選択するときの基準です。まあこれを物販に置き換えると、 ま、全部が一番であり必要はないと。でも、何かで一番じゃなきゃ売れません。だから何かで一番の商品を見つけると。まあ、見つけるというか、Amazon の場合はね、もう適当に送りゃその一番の商品が売れるわけですから、売れて儲かった商品をリピートして販売するだけ。で、逆に、ドツボにはまるというかね、えー、苦労する割には報われないのは、何も一番じゃないから売れないんですけど、何も一番じゃないから売れないのをね、なんとかその販売方法で工夫して、 要は販売を一番で他,他と差別して売ろうというのはね、これ苦労して儲からないパターンです。まあ何かサービスを良くするとか、おまけをつけるとか、えー、何しろほっといて売れないものを売ることは厳しい、ねえー何も。何もしなくてもほっといて売れるものを広告して売れればもっと売れますし、えー、何も、 ね、ほ、しなくてほっといて売れるものを何かでちょっとね、えー、おまけをつけるとか割引をつけるとか言えると、もっと売れることが多いと。だけど、なかなか売れないものをね、工夫で売ろうとすると、売れない。結局ね、何もしなくても売れるという商品を見つけるのがまず第一、えー、大切なことです。 そして、アマゾンの場合は、もう商品出せば、その売れる商品は売れるわけですし、売れる商品見つけてリピートでね、在庫を補充すれば、まあリピート販売をつかむ仕組みはアマゾンに完備してるんで、まあ難しいことを考える必要はないと。もう本当、アマゾンはまずは商品選びだけに専念してください。で、何らかの理由で、ね、例えばあの、リピート販売でね、えずっとやっていきたいと。アマゾンだと、えリピートやってる間にライバルが入ってきちゃうかもしれない。だから独自ショップを作りたいと。 いうのはね、ま、あ選択肢としてあるかもしれません。ただ、アマゾンだの、イーベイだのね、えー、ヤフオクだの、そういう楽天だの、どっかのね、えー、プラットフォームを使って販売している限りにおいてはもう、ほっといても売れる商品をまず見つけると。で、ほっといても売れる商品をより工夫して、もっと売るという順序で考えないと、あんまり売れない商品をね、えー、工夫して売るという方向でいくと、これまず失敗してます。ね、世の中で潰れて企業って大体その方向でやってるから失敗してます。 まずい料理店なのにね、なんか割引して客を読もうとするとかね、えー、まあ、接客になってないとかね、え店が汚いとか不便なところにあると、えだから客が来ない。それを何とかして客来させようと、まあ大体、え失敗して潰れてきます。え、物販も一緒です。ほっといても売れない商品を何か工夫して、あれを割引して、ね、え販売方法を工夫して売ろうとしても、普通は売れない。えだから潰れていくという形になりますんでね。もう商品探しは、 難しいことは考えず、ほっといても売れる商品を探すというのをね、えまず最優先にして探してください。また、えどういうことと、これでいいのかなとか、こういう方向で探してますというのがあったらね、またお気軽にご報告、ご相談ください。以上、アマゾン室サポーター、堀秀夫でした。